まずは自己紹介を。私はシルバーメインの情報官、そしてこたびのベロブルグ歴史の旅で臨時ガイド役を務めさせていただきます、ペラゲア・セルゲーブナと申します。ペラとお呼びください。ペラお姉さん。一部の大人はさりげなく子供の真似をしないでください。ではご覧ください。こちらが常冬の日です。偉大なる剣奏者を記念するために建てられました。剣奏者はアイオーン・クリフォトの従者です。彼らが危機を予言し、壁を築き上げ、ベロブルグを建立したおかげで、人類の文明は滅びの運命から逃れることができました。そして今に至ってもなお、彼らはこの町を管理しておられるのです。常冬の日は2つの部分に分けられます。知識と工業の力を意味する歯車と、寒波を意味する巨大な氷の結晶、この2つのシンボルは緊密に噛み合っていることが分かりますが、歯車に封じられた氷の結晶は厳しい自然に屈しないという剣奏者たちの精神を象徴しています。他に質問はありますか？他に質問はありますか？常冬の日は2つの部分に分けられます。知識と工業の力を意味する歯車と、寒波を意味する巨大な氷の結晶、この2つのシンボルは緊密に噛み合っていることが分かりますが、歯車に封じられた氷の結晶は厳しい自然に屈しないという剣奏者たちの精神を象徴しています。素材のことですか？色を変えた地髄です。地髄の色は加工時の温度に影響されるんです。剣奏者はアイオーン・クリフォトの従者です。彼らが危機を予言し、壁を築き上げ、ベロブルグを建立したおかげで、人類の文明は滅びの運命から逃れることができました。つまり剣奏者はベロブルグの礎であり、救世主でもあります。そして今に至ってもなお、彼らはこの町を管理しておられるのです。その質問は研究部の専門家たちにした方がいいですね。彼らも正確な回答は用意できないと思いますが、寒波はただの自然災害ではないようです。100年前の気象記録でもその発生原因は説明できませんでした。要するに、ベロブルグの科学者たちを何世紀も悩ませた難題ということですね。子供たちは他に聞きたいことはありますか？ゆっくりでいいですよ。時間ならたくさんありますので。